こんにちは、ドリーミング報道守役の鈴木優斗です。イエーイ、牛若港役中島式です。イエーイ。ということで、このフライより好評配信中のアプリゲームドリーミングが、はい、カラオケの鉄人さんとのコラボ、はい、ドリーミングの鉄人を開催中です。そうなんです。ということで、コラボをしているカラオケの鉄人池袋東口店さんに来ちゃいました。そう、来ちゃいました。実際にこう来てね。いやもう堪能しております。だってしかもパジャマなんかでさもうさ、やる気満々って感じなんですけど。浮かれてますけどね。ね、はい、まあそんなね、コラボをもうこちらの動画で皆さんにその楽しさをもう存分にちょっとお伝えしたいななんて思っているわけでございます。ドリ生の裏方コンビで、そうね、今回ね動画を回させていただいてるわけですけど、ゆうとくん、カラオケって来ますか？もうめちゃめちゃ行く。行きそう。もうそれこそカラオケの鉄人さんもめちゃめちゃもう足行く通って、もうカードも持ってますね、会員証。あ、そうですよね。僕も結構一人で全然行っちゃうタイプですね。そっか、じゃあ同じだね。うん、皆さん本当見てください、これ周りをね。いや、これすごいよ。すごいよ、首席候補生ね、16人がもうね、勢ぞろい、もう全員集合ということで。ドアバカって開けた瞬間に6人ベベーンって出てくるんですよ。ね、ビャーっつって。ちょっとちょっと、ユーマの顔この部屋以外にも、うん、あの望月ユーマ&花房柳バージョンの部屋があったりとか、はいはいはい、ニート千里&志島の高臣バージョン、張宮東司&三日香のシオンバージョンの3部屋が合わせて4部屋すごいあるということですね。で、あの遊びに行きましたね、僕らも。行きました行きました、はい、ね、各部屋でいろんなね遊び方をして、ちょっとずつコンセプトがね、うん、あるみたいなんですけどね。そうそうそう、はい、ね、ちょっとお好みの部屋で楽しんでいただきたいななんて思うんですけれども、ね、こちらではいろんな企画を行っているの で、 そうです、もうちょっとここでご紹介していきたいなと思います。お願いします。まずは推しペア撮影会、なんと首席候補生たちと撮影会ができるということで、はい、これね、しかもね、撮影会だけじゃなくて特別メッセージ付きオリジナルムービーっていうのがこう流れて見ることができる。だから、そうそうそう、ペアのこうメッセージプラス、うん、あとこうみんなと推しペアと写真が撮れるっていうやつですね、うん、オリジナルムービーが流れるわけですね。そう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 、ね、でちゃんとね、こうなんかカメラでこうカシャっていう、ね、音とともに、うん、ね、そこでこうなんか一緒にキャラクターたちと、ね、部屋で過ごしてて撮影をするよっていう。さてさて、続いてご紹介するのは何でしょう。投げていい夢見れるかも、ドリーミングな枕なっけ。出た出た。そうです、やっぱりね、ドリーミングといえば枕、うん、睡眠に関するとか夢に関するものがいろいろあるんですけど、うん、中でも今回はあの枕投げをカラオケでやろうっていう、うん、ちょすごくない？いいの？だって普通ね、ダメ、普通あのほらっつってね、そう、修学旅行とかでやってたら、そうそうそう、先生にお前たち何やってるんだって怒られるところを、うん、こちらから推奨してやっていただくっていうねすごくない？はい、うん、しかもふわふわの羽を、羽毛をこうサーキュレーターでブーンブーン回せながら、いや、いいね、の枕投げも、何この夢っぽいやつ。しかもね、うん、枕投げの動画とか写真をツイッターにアップすると、はい、なんかね、オリジナルの枕カバーとショッパーがもらえるっていうことで、怪我だけしないように楽しんでください ね、 ね、本当にちょっとヒートアップして友達ボコボコにしちゃったみたいな。やだやだ、やめてよそんな恐ろしいこと、なんなんじゃこんなドリームの部屋で。 すげえバズる可能性ありますからね。やめなさいよ、それでバズったらダメだよみんなでパジャマでお泊まり、ドリーミングなリビングルーム、イエーイ。ということでね、こちらなんとコンセプトルームを最大19時間利用することができるということで、もうとんでもない夢長時間なんですけど、コンセプトルームにすごいですよね、住めるんです。そう、しかも、ね、そこに住んでいただくと住民票もう何残っちゃったかなって住むだけでその部屋の、ね、認定住民票っていうのがもらえて、部屋の住民票なんですね。そうなんですよ、うん、あとカードキー風ポストカード、はい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 、でね、まあ、こうなんかちょっとね、ドリーミングにまつわるもの、部屋にまつわるものもらえるわけなんですけども、ちょっと追加料金を払えば、うん、あの食べ物の持ち込みとかもできるみたいなので、もう住もう、いや住めちゃうんですよ。延長しよう、延長19時間の延長さらにできませんけど19時間ね。そしてやっぱりね、あの、うん、コラボといえばコラボドリンク、もちろんご用意しておりますというか、もう置いてあります。ありますあります、ご用意していただきました。僕の方に置いてあるこのマンカップのが、うん、港のドリンクですね、牛若港のドリンク、はい、ホットティーに桜のシロップ、ミント、そしてマンダリオレンジシロップを入れたちょっとフルーティーな爽やかな紅茶となっております、うん、あったかいやつっていうのが、そうですね、いいですね。でゆうとくんの前に置いてあるこのちょっと豪華なやつが、はい、今回そのキャラクターとかじゃなくて、あのスペシャルドコラボドリンクとして、置いてあります、テイカドリームという、まさにじゃあ曲名とかね、主題歌とドリーミングのこの世界観、はい、一口いただきますね、はい、じゃあ、ドリーミング、あーでもすごい、うん、
うん、爽やかな、めちゃめちゃ香り、マンダリオネギのシロップとかも、あーいいですね、ちょっと温まる感じがします、うん、またちょっとね、最近涼しくなってきました、ね、そうだね、はい、あったかいやつちょっとね、これからいいね、その中でね、申し訳ないですけど、冷てえドリンクとんでもね、暑がりだから、とんでもね、じゃあ飲まさせていただきます、いただきます、アイスから、アイスと一緒に、いや、いいな、デザート感がありますね、いや、めちゃめちゃ口の中爽やかになりますね、うん、でね、こう甘いものと、そして爽やかなね、うん、このなんかソーダといいですね、うん、なんかこう歌ってる時の喉を潤すにもいいですね、いいですね、やっぱ体あったかくなってきますからね、うんうんうん、確かにね、はい、コラボドリンクは全てノンアルコールになっていますので、そうでございます、未成年の方でも安心して楽しんでいただけるとね、そしてキャラクターのドリンクにはランダムでオリジナルコースターが全16種類ご用意してます、そしてこちらスペシャルコラボドリンクにはふにふにコースター型ストラップ全6種がランダムでもらえるということです、ちょっとこれもね、実物があるということで、これはコースターね、うん、コースター、これがあのコラボドリンクを頼むともらえる、ね、ランダムで、僕は今回ミナトとユーマ、ね、ユーマ置いておいてもらってます、これ16種類ってすごいですよ、これがランダムでは集めるの大変、そう、16杯少なくとも飲まなきゃいけない、そうか、飲んでもダブル可能性もね、そうそう、ありますからね、全部あのダブらずに積もったとしても16杯飲まなきゃいけない、そうだよ、通っていただいて、大変ですね、そしてこちらがテイクアドリームを、注文するとランダムで6種もらえるんですね、これさ、めちゃめちゃ触り心地よくてふにふにしてるんですよ、ぜひちょっとね、本当に全種類コンプリートするぐらいの勢いで、はい、集めていただきたいですね、ぜひぜひ、カラオケの鉄人さんということで、はい、ドリーミングの楽曲もたくさん配信しております、そうですよ、カラオケですからね、そうなんですよ、そうですよ、ということで、ここはね、ちょっと無茶を言わせていただきたいんですけど、あ、ダメです、ダメそこ頼むよ、先輩先輩先輩だから、鈴木優斗、そうだよ、ちょっと忘れないで忘れてないけど、まさかここで先輩って言われると思わない、まあ、ということで、せっかくねドリーミングの中でも、はい、ね、これからきっと歌唱もあると思いますし、はい、ね、なんかね、ちょっとよしき君に一曲ドリーミングの曲歌っていただきたいななんて思うんですよ、ダメ、いやもう先輩10年やってる、もちろんやらせていただきますそれではお聴きください、中島よしきで Take a Dream、 イエーイ、始まるぞ、イエー、じゃあ応援させていただきます、イエーイ、盛り上がってこう、イエーイ、盛り上がるね、わお、これはミナトで歌った方がいいのかな、あら、なんかでもそれちょっとねできるかな、いいじゃんいいじゃん、期待したこれ深い眠りの中、シンクロした世界、光も闇も全部飲み込んでいた、さあ今日も声の調子バッチリな中島よしき、ね、顔のコンディションもバッチリです、上下左右前後混乱すればするほど苦い味がしてアラームが響く、絶望したビジョンに心の真実が見えない紡いだ夢の中で響け、Break out 止められない衝動感情友情のライン高まる思いが地平線も越えてく Fly high 駆け上がって次のステージを目指す鼓動を合わせて手を伸ばし掴め Future 答えはきっとそこにある Take a dream、意外と見えなかったですね、モニター撮影機材の問題で、ね、ありますからね、すごい、そんなに持ってたの、3本も持参、ありがとうございますということで美声を聞かせていただきました、このふわふわした感じもね、カラオケっぽくて、そうだね、確かにね、この感じがね、いいじゃないですか、初めて、ね、初めて歌いましたからね、こう皆さんの前で、いやでもね、これはね、ドリーミングの楽曲を人前で歌うの初めてですから、うん、そうそう、なかなか貴重なちょっとね、映像になったんじゃないでしょうかね、カラオケですからね、みんなふんわり聴いていただければ、うん、そうですね、まあ、皆さんにも特別映像を見ながら、ね、今みたいな感じでね、楽しんで盛り上がって、他のお曲もね、あの夢の世界へようこそとか、うん、まあ、僕で言うとブラックアウトとか、ありますんで、ぜひ歌って、ね、いただきたいと思います、うん、よろしくお願いします、ということで、うん、ドリーミングの鉄人いかがでしたでしょうか、はい、もうね、かなりね、楽しい楽しい、
楽しい。ちょっとさ、もうさ、これで終わらずさ、このまま二人でカラオケします。ちょっとすみません、ちょっとスタンドです。すみません、そこ閉めてもらって。そう、個人的にですやりたいぐらい。本当に楽しいんで、ぜひ皆さんもね、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、関連情報など詳細は動画ページにリンクが貼ってありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。ということで、今回のお相手は、ドリーミング、白神湊役中島康樹と、そしてドリーミング報道守る役、鈴木優斗でした。またねー。